はいどうも、えのきです。よろしくお願いします。今日ですね、朝ワイドショーを見てましたら、あの歌手のアスカさんが剣道の大会で優勝するというニュースが流れていました。アスカさんやっぱりすごいですよね。歌の才能だけじゃなくて剣道の才能もあるっていうね、まあ60歳を超えて覚醒した剣道の才能、しかもですね、決勝戦に当たったのは警視庁の人ということで、覚醒したアスカさん、警視庁の人を破って優勝、まさにリベンジですね。どうもありがとうございました。